今日は使徒行伝の4章のところですね。先週3章のところで生まれつき足の利かなかった男の人が立ち上がる歩けるようになった話でした。それを通して人々がいっぱい集まってきて、そこでペトロとヨハネは福音を語った。そしたら男だけで5000人ぐらいの人に増えたんですけども、その結果、指導者たちですねが彼らを捕まえてですね、そして留置場に入れたわけですね。そしてその翌日、今日のところ4章の5節、翌日民の指導者、長老、数学者たちはエルサレムに集まってきたわけですね。エリート軍団ですね。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も見出してきたと。大祭司一族がいたわけですね。で彼らは人たちを真ん中に立たせます、ね、もう出してきてね、立たして、そして言うわけですね。癒しが起こったことはもう否定できない。もう明確にみんな知ってる人がはっきり立ち上がって歩いてるから、それは否定できない。だからもうそれは否定しない。あなた方は、ね、その癒しのことは否定しないけど、何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと。これがね、悲しいですね。よかったねとか、ハレルヤとかですね、もう歩けるようになってよかった、本当にその人の人生が祝福されてよかったっていうんじゃなくて、誰の権威によって何の名によってやったんだって ね俺たちを差し置いて勝手にちょっと品が悪いけど仕上がってって感じですね。俺たちを差し置いてそんなことするなって感じですね。で、怖いのはね、立場や権威が与えられてくると、自分がその立場や権威を超えてされるとね、面白くないんです、人間ってね。で、私は秩序はどうでもいいと思いません。やっぱりあるところではそのきちんと秩序を通してやらないと混乱したり、分裂が起こったりすることはありますから、秩序を守ることは大事なんですけども、しかしそういうことじゃなくて、本当に神様がなんかなさることがあって、秩序はそれを生かすため、守るため、そしてそれがより広がるためなんですけども、この場合はですね、その権威を持っている指導者たちが自分の権威を守ることしか考えてない。自分のプライドがこう保たれることしか考えてない。で、こういう場合は危ないんですね。だから、なんで何の権威によって誰になってこんなことしたんだって、これ暗黙にすごいねって、どうやってやったのってね、私も教えてだったらいいんだけど、そうじゃなくて、何やったんだお前たち勝手にしてって、これは限界になるわけですね。それで、ところがペテロは聖霊満たされてるから、対決したんじゃなくて、そこではっきり言ったわけですね。これは対決したっていうよりもね、言ってるわけですね。何が起こったかを、民の勝者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられてるんですね。で、皆さん、神の技をしたらね、ハレリアーっていうね、賞賛とかも受けますけど、賞賛というか、ハレリアはいいですね、神の栄光だからね。それと同時にね、取り調べられるって。うなずいてますね。ちょっと具体的なこと言うと、オンラインしてるからあれですから、あるところから導かれた方は、本気うなずいてますね。神の働きをすると取り調べられるって。ね、で、病人に行った良い技についてであり、その人が、つまりこれ病人といっても、生まれつき足のいかなかった人が歩いたことですよ。どうやって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。もうぜひ知ってほしいと、ね。この人が治って、こうやってね、あなた方の前に立ってるのは、歩けるようになって立ってるのは、これあなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたなだれ人イエス・キリストの名になるのです。まず、あなた方が十字架につけたんだ。指導者に向かって言ってるんですよ。当時に世界の人に言って、あなた方が十字架につけたんだって。これはもちろん私たち一人一人なんですけども、十字架につけて殺したでしょ？あのキリストなんです。しかもそのキリストは死んで終わらなかった。今度は神様が、血なる神様が、ね、本当に死んだんです、イエス様は。私の代わりに。死者の中から蘇らせた、ね、このナザレ人イエス・キリストの名前。で、ナザレ人につけてるのは、あの人となってくださったイエス様、あのキリストの皆なんだよって言ったんですよね。だから、はっきりあなた方が順次つけたっていうことと、でも神様よみがえらして今も生きてるんだってことを言われた。短い言葉だけど、まさに福音なんですよ、これね。で、ちゃんとあなた方がつけたって言ってるのは、これ大事なんですよ。あなた方が順次つけたんですね。これは私たちでもあるんですけどね。で、そういうことは、だから面白いのは、ペテロ・ヨハネって私たちじゃなくて、このキリストの皆、このキリストがなったんですよってことで、はっきり。で、お互いですね、プレゼントといって、例えば賛美の時に神とかキリストとか出さないで、こう入っていく。私は日本の場合は必要だと思うし、一般の社会に行った時に、それが出てくると、テレビとかできませんからね。今はでもテレビよりもね、ネットの時代ですからね。
まあ、関係なく出せばいいんですけど、確かにそうなんですけども、でもやっぱり救いはキリストの名によらないと起こらないから、ね、どこかではっきり言わないといけないんですよ。で、私はどっちかというとね、そのプレゼントを昔ね必要だと思ったんです。今でも必要だと思ってますけど、私自身はもうプレじゃないですね。プレゼントをしようと思ってもね、プレをしてたらね、まあ、やっぱりプレをしてたらねブレてしまうんですね私はプレゼントじゃないですね、もう露骨にはっきり、露骨直接ぶつかり伝導そうするとすっきりするしね、なんか力強くなるんですけど、なんかねプレなんかしてるとなんかね自分が腐ってくるしね、なんかねなんかもうねやる気なくすんですねそう思います、自分見てて。で、私は自分が正しいと思っていません。いろんな方が必要です、いろんな方が必要です。だからいろんな形でやっていいと思うんですけど、でもこの時聖霊が激しく臨んだ時ははっきり言ってるってことは忘れないですね。そして私は牧師を30年して感じることは、はっきり自分の罪のためにキリストは十字架ということをどこかで人ははっきり知る。それをはっきり知った時に信仰は、大阪弁で言うと本間門になるんですね。で、そうでないとこれからの迫害の時代、黙食に入っていく時代、保ち続けるのかなってところが一つなんですね。あの十字架は私のためだったっていうことに、そこに本当に触れた時、やっぱり癒しが起こりますよ。これからどんどん起こりますけど、別に癒されなくったってだから神様を信じなくなることはないですね、うん、だって間違いなく天国に行けるわけだし、あっちの方がはるかにいいわけだし、ね、この地上のことから解放されますからね。それがキリストを信じることの真骨頂というのはね、この地上のことから解放されることなんです。だからこの地上はね、仙人みたいに生きる、そういうこと言ってませんよ。この地上に来てますから、神様はこの地上であふれるほどに祝福してくださいます。この体も生きていくことも神は祝福してくださるんです。でもそれが中心ではないんです。それはこの世のご利益宗教なんです。イエス様は死にたらこんないいことありますよ、こんないいことありますよっていうのは伝道としては必要です、必要ですけど、それが中心になるなら世の中の悪霊でもどもでもやってるんです。でも私の一番の大事なところは、もうそういうことを超えて本当に永遠の命を与えられたこの喜びで、そしてそれは当然この地上のことなんかに勝利するに決まってるんですよ、まあですね、だからそれをねできてどうしてもですね。で、まあ、そういった、そしてあなた方家を建てる者たちに見捨てられた石が石の石になったと、石の石個人の格の言葉ですね、というのはこの方のことです。でこれはキリストをユダヤ人たちは、ね、特に指導者たちは、家を建てる者たち、指導者たちは見捨てたん、お前なんか救い主じゃない、お前なんかいらないんだって十字架につけて、最悪の一番の極悪犯罪の殺し方ですね、呪いって言われている、その呪いの木につけて殺した、まさに見捨てた。ところがその十字架で死なれたキリストが石の石、救いの石の石、贖いの石の石、癒しの石の石になったってことなの。これがね、ちょっとね、奇妙な言葉とかね、パラドックスって言うんですけどもね、逆説、これがねキリスト教の真髄ですね。つまり罪人がキリストに対してこれ以上ないという最悪の悪いことをして、しかも彼らはそれが正しいというか、もう自分たちが勝利したと思ったんで、サタンもついにキリストを殺したと思った、しかも呪い殺せたと思った、もう一番の最悪、彼らにとってはもうこの地上のことしか目にない人にとってはもう最高の勝利、やったぞと思った時に、実は彼らの完全な敗北が来た。これはね、大事なところなんです。クリスチャンはこの真理をしっかり捉えておく必要がある。私たちの人生にサタンがこれでもかって攻撃をしてきたり、もう最悪と思った時になぜ感謝をするかって言ったら、やけくそで諦めて、ね、昔の死の主が TLA に来たから、ね、やらなきゃいけないわとか、そういうことじゃない。すべてのことに感謝しなさいって聖書に書いてあるから、その言葉に従うってことは一つです。でももっと深く言えばこのパラドックスなんですよ。その最悪と思えるところ、もうサタンがなんでこんな我が物顔に振り回って、ね、罪人たちがこんな喜んで勝利しなきゃいけないんだと思う、その時に実はあの十字架はそこで勝利したの。ああ、今私は十字架の中に押されてる、こっから神が復活させるっていうことに対する期待感を持って信仰を持って感謝してあげたよ。パウロ6章よく最近言われる言葉に、クリスチャンってのは祝福されるんだけど、どうも
なんかマイナスから始まった、ね、なんでこんなことかと思うこと、そのことを通しての祝福の方が大きいって、私の人生に起こったもうこうさ、ね、祝福の神様の感謝を順番に並べたら最初マイナスで起こってることから来るって。例えば息子さんのベニヤミン君が脳障害になった時にな、はっきり言った人がいるんですね。ついに神に裁かれたって秋元君ですね。神の呪いが下ったって言った人が何人かいた。わざわざそれをね、結婚式の式辞をしてくださった新婦の方で言いに行った人もいた。その人は癒された話はしてないってことはどういうことかって言ったら、もう本当にそう言って黙みろって思った人たちがいたわけですよ。ところがそれが今秋元牧師の海外選挙の時のもう一番お箱なんです。治ったことも素晴らしいけど、治っただけじゃなくてパウル牧師がその証一つであなたは世界中を回れるってね、あのアメリカの専任教会の牧師がね、私はあなたを羨ましてはっきり言ったそうですね。その証であなたは世界中回れますよって言って、で本当世界中回ってる。それでその話をしたら、日本人はすみませんけどね、海外行くとね、神の勝ちですよと言うと ね、スタンディングオベーション起こるんで、ハレルヤーって言って必ず起こるんですね。で何回聞いてもね、特に海外で聞いた時ね、なんかね、こう霊が感動するんです。すごい、もうよく知ってる話に涙ができたりするんですよ。それは本当に神が働かれたことですよ。でもあれは、ね、奥さんは帰ってきた時に、ね、泣いたって言いますからね。そうですね、最悪が実は最高になった。わかりますかね。それ以外でもね、ヨハネ君がね、絶対通って満点着取って通ってるはずのところ落ちた、ね、ところがそこから逆転起こったでしょ。面白いんですね。でクリスチャンってのはそれがあるんですね。だからそれをね、知ってほしいんですね。だからまさに見捨てられた死が一生死になったっていう、これイエス様の十字架のことですけども、私たちもだからこっちにこの名前があるのはいいんですね。こっちに来る子どもたちはね、まさに、まあ、親が死んでいないか、あるいはいて も親に育てられないか、もうそういう本当になんていうかもう、ね、来なかったら死んでる子どもたちが、まあ、6割じゃいけないね、7、8割はそうでしょうね。名前がなかったりね、病気だらけだったりするわけです。ところがその最悪の子どもたちが個人に来て神様の愛に育まれて、逆に本当にいいわけですね。例えば今ベスナっていうのがプロンペン大学に行って IT 関係勉強してますけど、ベスナって一番最初に来た子なの、2人のうちの1人なんですけど、まあ、本当にね、一番最初2歳で2ヶ月で来た、2ヶ月でね。だこの子はもうまさに個人で育てられたんですけど、両親はいないわけですよね。わからない、いないんですね。ところがこの子はね、個人でモリモリ食べて言ってましたね。前田さんはね、ミルクを一生懸命飲ました。書いてね。その結果ね、元気が大きくなって強くなった体もね、もう本当に一人一人強くなって、で高校時代ちょっと危なかったんですけど、いい先生に出会ってね、高校では中高ね、それで運動関係にやってもらって、一生懸命それでスポーツするようになって、その結果ね、いろんな大会にも出してもらえてね、で賞を取った時にはね、ちょっとお小遣いなんかもらったりしてね、公でね、ですごくそれで良かったんです。本当に神様いい出会いを与えてくださいましたよね。でそれで良かったんですね。そうじゃなかったら危なかったです、ちょっとね。ですごい良かった。その子はでもね、もうスポーツは大好きだしね、いい子に育ったんだけど、勉強得意じゃないんです。勉強好きじゃないんですけど、IT とかを教えてもらって、教会でね、個人でね、これで一旦プロンペン大学ですよ、プロンペン大学。私、彼が大学取ってたからね、よかったね、あの子が大学取れたらよかったって。それで、IT やって、わあ、すごいな、神様あれやって、もう大学も行かなかったんで、とにかく行けりゃよいって感じだった。で私、2年になって初めて知ったんです。プロンペン大学ですよ、プロンペン大学ってのは日本の東大です。もちろん、カンボジアは申し訳ないけど、ちょっとまだね、そこまでレベル高くないのは事実です。しかし、カンボジアの子供ですからね、日本の東大ですよ。で私はね、これはもう言いたいんです。なんで言いたいかというとね、学校がすごいだけじゃなくて、あの子がプロンペン大学入ったのはね、私は例えばね、メンとかね、ベスナって、ベスナじゃなくて、ボッティとかね、頭いいんです。勉強よくするし、この子たちだったらね、すごいなってね、ちょっと思うんですけど、ベスナはですね、もう本人は悪いけどね、なんであいつがプロンペン大学行くんだって誰でも行けるじゃないかって言われるんですよね。私これ本当に神様だと思ってるんで、神様示したと思うんですよね。まさに石の石ですよね。 IT でしょ。これからカンボジアにとってもすごく大事だし、教会にとってもすごく大事で、神がものすごく言ってる IT をプロンペンの最高峰で今学んでるんですよ。これはね、神様ですよ。まさに石の石ですよ。大逆転じゃないですか。そしたらね、歌の好きな、ね、メーターって女の子ね、日本に必ず来たいって言ってる女の子ね、あの子もね、プロンペン大学行っちゃったんですよ。
いや、個人から2人東大生が出たってことで、日本で言えば。いやね、面白いっていうか、すごいですね。あね、あ、神様ってのはすごいなと思って。で、うちもね、一番末っ子はね、この子はですね、この子のおかげで、うちの妻はですね、謝ることを学びました。うちの妻はですね、正義感がすぐ強いからね、悪い時はちゃんと謝る人なんですけどね、自分が正しいと思ったらね、ガンとします。こっちが見頃だと思ったらですね、もう譲りません。ね、夫も牧師もあったもんじゃない。 ところがですね、その妻がですね、息子のためにはですね、まあ、悪いと思ってるからでしょうけどね、まあ本当に何百回頭を下げたのか知りません。 ねえ、病気じゃないかと思うぐらい忘れ物のプロ天才だったんですね。で、体育なんかすごくいいのにね、忘れ物するという理由だけで1ランク下げられましたよね。でもね、そこだけ聞いたら悪い先生だけどね、まあそうされても仕方がない。 ところがね、本当に自分の合ってる大学でね、しかもまあ、分かる人には分かるんですね。あんまりこっちの人には分からないんですけど、分かる人には分かりますけども、もう最高峰です、私立大学の中では。ね、だから分かる人は分かるんですけど、そういうところに入っちゃった。考えられないですよね、恵みだけ。しかもその大学名がいいんじゃなくて、彼にとって合ってるんです。アメリカ的な大学で有名なんです。だから日本であんまりそんなしゃべってないけど、アメリカ的な大学なんですね。いわゆる日本っていうのはね、こう一方通行で教えるって、大学はそうじゃなくて本来デミでこうやるんですけど、それでも日本はもう高校生までの癖がついてて、日本は上から上位下達ってのはもう大好きだから、大学もそういうのが多いんです、残念ながら。ところが向こうはさ、本当にディスカッションしてディベートしてこうね、そしてやっていくんですけど、まあもううちのはそれが好きなんですよね。そしたらまさにぴったりの大学に行きましたよね。まあ、その代わり勉強しないと進級できない大学ですけどね。 でもいいと思います。で、なんか面白いですよね、なんか本当に。だから皆さんですか、クリスチャンっていうのはね、最悪こそがね、ですか、最悪こその中に実は最高が隠されてる。サタンがやり放題やってると思ってるところが、実は神の栄光のある場所なんです。なんで今日こういうことね、さっき喋った時はっきり来たんですよ、実はね、実は予言的に。私予言的に来た時はちょっとそっちだから、何が来たかというとね、ヨセフの2年間って予言しましたよね。あれははっきり予言的なメッセージだったんですね。で、まあ、別に語りたい人は自分のことを思わなくていいですよ。でも私は教会としてなんかちょっと語りかけてるんですけど、その時にね、この2年間何をしなきゃいけないかってね、もちろん癒しの祈りバンバンしますけども、徹底的に感謝思ったんですよね。私が賛美してるとね、ピーンピーンって言うでしょ。 そしたらですね、本来祈りに行くべき人がですね、 PA のとこ行ってこういじるんですね。いじると余計おかしくなったりしてですね。 私責めてんじゃなくてね、その人は本来祈りの人ですよ。もうね、こう、まあ、神の召しですからね、祈るとね、こう地球も止まるかもしれないっていうぐらいね。 私祈りに関してはすごく信頼してます。それは神様を信頼してるからね、神に召されてるからね。ね、でも無理けど PA に関してはね、はっきり言っていじらないでって言いたくなる。 でこっち来るでしょ。で、一生懸命こう動いてやってますからね、なんか一生懸命やってるんですけどね、心入れながらあっちのことも気になってるなって分かるわけですね。とか思いながら時にふってしまったよね、このことを心の底から感謝しますかって語られたんです、私があなたに命じてることはそれだけだって言われたんですよ。とことん感謝しなさいって、こうなったらいいなとか、ああなったらいいなとか全部捨てろって、もうとことん感謝しろって、そのままで感謝しろって、そして十字架が言われたんですよ。十字架の時、キリストはゲッセマネで受け取った後、十字架を受け取り切ったって書いてある。神が復活させたんです。キリストは自分でグーってのは神でもあったからできたはずですよね。人であり神だった。でもあの時彼は人になりきった。そして完全に私たちは人になりきって、神であることを捨てて、全く人になりきって私の代わりをして、だから地獄に落ちた。そして私の代わりも本当に死んで地獄に行ったん。お芝居じゃなくて、一瞬であっても神にとっては永遠ですからね、分かりますよね。ところが父なる神様はそれを復活させた。復活させたん。でね、
神が復活させる、ね、それは日本最高の P が来ますよ。であのうちの創学者も素晴らしいですよ、誤解のないね。しかしあの、ね、その私がどう歌おうとそれに合わせてしまえる創学者、あの うまいって言いません、ね、創学者と演奏者は違うからね。あの私は別にピアノの上手い人に創学者になってほしいんでね、私に合わせてくれる人ね、それは自己中心で見なくて賛美の時ね、賛美の時だけね、礼拝と賛美の時は ね、そうです、楽しみですよ ね、なんかね。でもそれはね、今のこの状況を感謝しきった時ですね。いじらないでって言わないでね、あこの人が立ってることを感謝します、もう今今日の私に最高ってね、もうありがとうございます、踊り上がって喜びますって言って歌いながら踊り出してね。そういうことですね。なんか霊に開かれた語りだから ね、受付あの今日は全然起きてますけどね、第三礼拝は受付で眠る。どなたかしても受付は眠るね、あの面白いですよ、普段出ない人が来てくれて代わりにやっても眠る。誰がやっても眠る、第三礼拝はね。で私はね、受付に起きててほしいんですよ、人が来た時とか思って ね、だから私の考えはね、妥当だと思います、間違ってないと思います、私はきっと来るって信じてるんだから。でも捨てます。受付で寝たら、あ寝てることあります、安らかな眠りってね、素敵な夢を見させてくださいってね、神様こう眠りをありがとうございますってね、ね私も一緒に眠ろうかしらとかって ね、何かというとね、いやこれ本当に語られちゃったんですね。であのイエス様はそれされた、十字架で本当に受け取りられたんですね。その後逆転なんですよ。でそのキリストの皆がこの生まれつき足の毛になった人を立ち上がらせたんですよって言った。昨日と全然違う説教だけど、まあいいや。この方以外には、ね、そしてこの方以外につまりキリスト以外には誰によっても救いはありません。救いっていう言葉はここで言ってる救いの一番大事なのは永遠の命です。これ繰り返してますけどね、さっき言ったように神髄は永遠の命ですから。しかし救いっていう言葉自体にはこの体の癒しも入っています。ということは神様は私たちに一番大事な永遠の命ね、あの本当に永遠の命、あの死んでみないと分からないっていう人ね、その通りです、死んでみないと分かりません、その代わり死んだらあなたは地獄に行きます。冷たいと言うかもしれませんから、あなたはそう言うからそう言います、ね、死んでみないと分かるもんかって、その通りですよ、地獄に行きますよ。起こるのは自由ですけれども、これは真理です、これはシビアですよ。皆さんね、笑われようがどう言われようが、ね、伝えないといけないんです。死はやってくるんです、必ず来るんです。おそらく私の知っている範囲で日本で最も繁栄を極めたのは豊川家康はね、贅沢しなかった人だからね、私豊臣秀吉だと思う、あの人はまあ成り上がりだったから贅沢が好きだったんでしょうね。大阪城ってのはもうあれは豊川家康が賢いからね、落としたんじゃなくて政治的に落としたわけで、軍事的には落とせない城だったの当時の時代はね。もう息子のためにすごいの作ったの。そしてその大阪城で栄華を極めた人がね、梅雨と落ち、梅雨と消えたる我が身かな、何をの夢も夢のまた夢ってね、はあ、なんて虚しいんだろうって26世人に死を命じた、その秀吉は死んでいったんです。死を前にして彼はあの夢だったなってね、はあ、なんて虚しいんだろうな、儚いんだろうな、これが人間ですよ。ところが殺されるフィリペ、ね、ヘスの物語のヘスス、彼はね、日本に来る予定じゃなかったの、日本に来てまだ日本語十分マスターできなかったと思う、4ヶ月だったのだったら24歳、ね、メキシコでお母さんは純白の被災服を作って待ってたん。でも彼は死ぬ時に、ああサンフィリッピ王が遭難したのは私のためだった、こんな私を殉教者に選ばれて本当に嬉しいって言って殺されることを喜んで受け取り、しかも天国を見ながら26人たちは自分に槍を向ける人たちにあの許して感謝して、そしてあなたも天国に来てねって言って喜んで天国行っていくんでしょ。これはもうどっちが勝利者かもう明らかじゃないですか。こんなのね、思い込み出てきませんよ。思い込みでそんな風にはなれません。これね、天国って本当にあるんです。でうちの娘はね、三女が面白いと言いましたよね、告別式の総額を何回もされて、それが私にとって本当に良かったって言ったんですね。やっぱり告別式はね、本当にね、あの彼らは天に本当に行ったからね、
天が来るんですよ。で、人間って霊的存在なんですよ、実は。だから皆さんね、学校でも病院でもね、いつも言いますけど、あるでしょ雰囲気。別に病院に入っただけで、あるいは学校は特にそうだね、最近特に学校ね、あるクラスに入っただけで、別に何も喋ってないけど、なんかこう明るいな楽しいなって雰囲気のところと、なんかこうキューッとこうなる雰囲気のところと、病院もすごく技術は素晴らしいんだけど、なんか緊張する病院と、なんか暖かくなる病院とかあるじゃないですか。人だってこうなんかその人のそばに座っておきたいなという人とね、できるだけこう離れたいわという人といませんか。いや、そのやっぱり雰囲気ってあるじゃん、雰囲気って。人間って分かるんですよ、感じるんですよ。でシャープな人は前向いて座ってて、後ろから入ってきた人で反応しちゃうんです。そういう人もいるんです、シャープな人は。そこまで言わなくても感じるでしょ、霊的存在なんです。そしてその霊は分かってるんです、死っていうものに対して恐れがあったり何かあったり。で、それは恐れは神の憐れみです。本当に死の後に世界があるんだよって。そして神様は天国を用意されてて、このキリストの十字架だけが、これがない。私、宗教とかに関して他の宗教は病気を治しますよって否定しませんよ。悪霊はこの世の神だから、この世のことに関しては何かできるでしょう。でも病気を治したとしても、その人いつか死ぬんでしょ。生きてる間だけ幸せだったらいいって、そんな無責任なこと言わないでください。無責任です。生きてる間だけ幸せだったらいいってのは無責任です。死んだ後があるんです。生きてる時代なんて120年です。死んだとは永遠です。そして死んだ後に滅びが待ってるんです。これは恐ろしいですよね。人間の罪ってね、生きてる間の罪ってね、苦しいこともあるけど、同時にね、楽しいこともある。罪がもたらす楽しみっていう、サタンが持ってくる。しかしそれは必ず報われるんです。何かって滅びです。これはね、シビアですよね。で、神様はだから本当にこの天国の喜びとか、そういうのに触れていることに、天国であるんだって分からせる。そしてその時に、このキリストの十字架以外にないんです。これ以外にないんです。で、救いっていうのは核はそれ、この救われるっていうのは、このこれを、この死んだ時に私たちは永遠のものになるんです。で、そしてその方は同時に永遠の方だから、この断定の体を癒すことはおできになるんです。本当にキリストに心から信頼してすがれば。お医者さんにより頼むことは悪いことじゃありませんが、神様よりも医者っていうのは危ないですね。本当に神様に信頼して、で、医学ももちろん神は持ち上げるから、神様、ね、この薬を通して働いてください、神様このお医者さんって、もっと言えばお医者さんそのものを祈って求めないとね、神様用意してくださるお医者さんがいるから、ね、その時に主が働く。私は医学を通してもちろん神は働くと思っています。でもお医者さん、祈りだけでは心配じゃ、神様だけでは心配じゃ、神様だけでは頼りにならんから医者に行こうって言うならアウト。聖書に出るとそういうここに迫ってくるものがあって、お医者さんの言うこととぶつかったってね、ああでもお医者さんの言うことの方が安心だなっていうのはアウト。どうぞお医者さんに頼ってください、ね、現代の医学以上には絶対治りません。神において頼めば現代の医学なんかはるかに超えていきます。簡単に超えていきます。でも神様って心を見ておられるからね、本当にこうね、その主に頼ってほしいんですね。で、いいのはね、もうどうしようもないってなったら、何がいいかというとね、どうせどうしようもないんだったら、もう神にかけてみようと思うことになることがいい。そうするともう神にかけるでしょ。そしたら神にかけるから、ガッていくんですよね。なんでどうしようもなくなるまでしばしばダメなのかというとね、悲しいけど私たちはどうしようもなくなるまで、ね、神にだけかけれない傾向があるんですよ。クリスチャンでもですよ、クリスチャンでも。でも本当に神様にだけより頼んでいくと、まあ、神様にだけっていうのはだから医者にかかるなってことじゃないですよ、誤解しないでください。本当に神により頼んでいくと、私たちは神様の働きを見始めるんだ。これをね、どうぞね、覚えてほしいんですね。で、この方キリスト以外には救いはないんです。世界中でこの皆、イエス・キリストという名前の他には、私たちが救えるべき名としてはどのような名も人間には与えられてないんです。釈迦も孔子もアラーもダメ、まして多くは流派なんか全然ダメ。いや、私は宗教家として
ひとときのね、慰めを与えたり、一時的な癒しや奇跡を起こったりすることは悪霊の力でするかもしれません。そして言いませんよ。でもそれは永遠における勝利は何にももたらしません。それでこの世でもひととき良くしても後で縛られます。いつも言いますけど、私の友人ははっきり信仰宗教がある実態というのでやったんですもんね。癒しとか起こったの否定しないで、事実起こってるがその後どうなったかという追跡調査をしたら、大体子供か孫は精神病ですよ。何かというとね、悪霊ってのは悪霊なんですよ。で本当にイエスキリストの名前は救いをもたらすんですね。それで知ってほしいですね。でなんか全然違う説教になってしまいましたけどもう時間が来てますからね新しい説教だと思ってください。ということをね、ぜひ覚えてほしいと思います。でペテロがそうやってはっきり言ったの、ね、そしたらそのペテロとヨハネを見て、その指導者たちはあまりにも大胆だから驚いたの。あんなに恐れていたペテロとヨハネがこんなに大胆になった。しかもその横には癒された人がいるわけでしょ。その現実ね、ここら辺でくね悔やめて変えてほしい、変わってほしいけどね。でしかも面白いのは、彼らが無学な普通の人であったのを知って驚いたが、二人がイエスともにいたのだということがあった。ここだけちょっとやっておきます。無学の普通の人って、無学ってのは繰り返してますが、学問がないってんじゃなくて、精神学も受けてないってだけで、バカって意味じゃありません。いいですか？学歴だけあって、全然勉強してないやつというか人もいるし、学歴だけあって、はっきり言ってなんか知識がない人もいるし、学歴がなくてもすごく勉強してて、いろんなことを身につけてる人もいる。だからこれ無学だけど、つまり精神学も受けてないと。で普通の人、普通の人なのに大胆に語り、しかも彼らを落として技を起こってる。でユダヤ人ってのは印を求めますから、技を起こってるからちょっとびっくりしたわけですね。ね、でそれで何かというと、普通の人だったけど特徴があって、イエスが共にいると分かったと。でこれはもともとイエスと一緒にいたってことじゃなくて、ね、今確かにイエスが一緒にいるんだなって、目に見えないけど。で皆さん、あなたを見てね、信じる信じないは別ですね。ね、まあ、信じない人はね、いやあんたは変わった人だと思ったけど本当に変わってる、でも変わってるけども確かに何かあなたにはついてるって、それがキリストなら、キリストってのはすごいなって、あんたみたいに変わった人についてくれるんだもんな、どこ見ているか、ね、そして本当に神は働いてるって、ね、キリストってのいると思うよって、でもちょっと私はいいわって言うかもしれません。それでもキリスト、何か確かにあなたにはいるなって、いるっていい意味ですよ、いい意味でね、って言われてますか最近。で中にはね、困った時に、そういうんだけど、困った、本当に困ったら ね、まあ、悲しいけど日本人って親切れも言わないからね、ちょっとね LINE かメールしてきてね、ちょっと話したいことがあるんだけどとか言ってね、でね、何言ってるね、こういうことがあってとか言ってね、こうプライベートのこと言ってね、でなんか あなたに相談、あなただったらなんとかなるような気がしたのとか言ってね、そういう時は時間を取ってね、そういう時はね、いや私忙しいなんて言っちゃダメ、そういう時はね、それでね、こうね話して、そして、ね、じゃあね、イエス様のことね、分かるでしょ、 あなた見てると分かるわってなるでしょ、イエスさんいると思ってると。これね、最初は信じなくて反発してもね、何かあなたにはいるって思ってる人は何かの時は来ますから、うん、だから皆さんね、イエス様のことを明かしたりね、その聞かれたことに手を置いて祈ってあげてください。天に帰った小渕さんがね、バイクでね転んでね、足を怪我したんですよ。でちょうどその今 の実家ですね、奥さんの実家にちょうど足行ったんですね、なんかで領事で、それ聞いて促しがあったからね、その足に手を置いて祈ったんですね。残念ながら癒しは起こらなかったんです。でもその時すごく温かいものを感じたんですって。神の愛だと思います。私に愛があったっていうんじゃなくて、神の促しがあったから手を置いて真剣に祈った時に、神様はなんかすごい愛を感じさせたんですね。それでね、彼はねしっかり気持ちのようになったの、その後。あれはね、癒しはしたかった、その時はね、その時はパッと癒されたわけじゃないんです。でも促しがあってしたかったんですね。で癒されなかったなと思ったんだけど、なんかすごくその時なんか触れられたんです、神様に。わかりますかね。でみんなね、その主が一緒にいるんだから、その主に応答していくと、その主と一緒にいると主が現れてくださいます。ある時は技を持ってられます。でさっきも言ったように、人間って感じるから、技じゃなくても何か温かいものを感じる。昔ね、うんと昔ね、恵みがまだ赤ちゃんだった頃ね、
うちの奥さん赤ちゃん抱っこしてて、私一緒にね、長崎大学行ってね、ハンディ持った人たちのグループがあってね、でそうやってちょっと行ったんですね、ハンディ持った人がいたから。それでね、それで私がふって振り向いてね、妻と赤ちゃんを見たらね、ものすごい霊的な女の人がいてね、お医者さんですよ、医学部の卵だった人ね、言ったんですよね、なんかね。それでその人はね、私の奥さんのそばにいたんですけどね、急に温かいものを感じたんですって、流れてくるの張ってみたらね、そこに私がいたんですって。またね、その私がその子供と妻を見てた時に感じたんですね。面白いですね。これは私ね、聖霊だと思います。私によって聖霊だと思います。でね、だからね、うちにイエス様いらっしゃるからね、ある時は技を持って表しますし、私じゃなくても人って感じるんですよ。でものすごい敏感な人もいれば鈍感な人もいるけど、でも分かるんです。何か だからなんかそばにいたいと思う人いるじゃないですか、ね、それで精霊がいたいならね、そばにいたいと思うに決まってるじゃないですか。なんか あなたはね、時々おかしくなるからね、嫌なんだけど、なのになんか分からないけどね、そばにいたくなるのよねっていうのは精霊がいるからですあなたはなんか嫌なんですけど、精霊がいるからそばにいたくなるんです極端に言ってますよ、極端に、極端に言ってますけど、それはだから皆さん、私たちはイエス様は共にいるんですよ。でそのイエス様はご自身を表されるんですよ、この方と一緒に歩めば。でぶつかってきた、いろいろ言われたからって心配しないで、キリストほどぶつかられた人はいないんだから。その最高峰が十字架でしょ。だから本当にイエス様と一緒に歩んでるなら、それで誤解されたりぶつかられても気にしない。ドントギブアップって歌があったけど、気にしないはドンマインだね、ドントマインですね。作りましょうかね、ドントマインド、ドントマインド、ね、あの批判なんてドントマインド、ね、あの悪口なんてドントマインド。心から感謝します説教あれってことですね。これ以上話すとちょっと余計なこと言いますよっていう聖霊 の哀れみたいですね妻が取り出してたのかもしれませんねあのね、もうありますけども、ちょっと月曜日は自由すぎてすみませんあの、ね、でもあのもっと言います、本当にイエス・キリストはしか救わないんです。でもイエス・キリストはどんな人でも救われます。あの十字架にかかって、十字架の上でまでイエス様のことをボロクソに言った、その人が一番最初にイエスがキリストと分かった人なんですよね、本当の意味でね。これはね、神の愛を感じますよね。だからね、この人はと思う人でもイエス様の方は救いたくてたまらない。キリストがもうお前なんか行けなんて人は絶対にいませんですか。だからどの人に対してもこのキリストの救いの希望があるってことを忘れないでください。そしてあの、ね、あのもしそういう人がね、 YouTube がなんかで行かれていたらね、イエス様のところに行ってください、ね、あの私に言いたくないと思う人いるかもしれませんけどね、イエス様のところに行ってね、イエス様すいませんってね、私に命をくださいって、その永遠の命を与えてください、確かに私は罪人です、そしてあなたの十字架を信じますって言って祈ってほしい。必ずあなたのうちに命がやってきます。そこから始まります、ねね、それはね、来ててほしいと思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは私たちと共に住んでくださる方、どんなに私たちがどうしようもない罪人でも許して愛して、その私のうちに住み命を与えてくださる方、そのあなたと共に歩めることをありがとうございます。どうぞ私たちが聞かれたことに手を伸ばして祈り、またすることができるように導いてください。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、悔やみをしましょう。主は言われました、何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めましょうってください。その願いと求めに主は答えられます。天の父様、今一人一人の心の叫びや願いに応えて、心と体を癒し、また救いを与え、命を与え、イエス様どうぞ本当にあなたの御業を表してください。主イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。
イエスキャンテメゼル、恐れ、不安、イエスキスナってその人たちが出ていけ。シャロン、シャロン、シャロン、平安あれ。導きがありますのでお祈りをします。イエス・キリストを信じるお祈りで、今日はちょっと、核の部分をしますので、心を入れて、祈ってみてください、ね、今まで祈ったこともある人ももう一遍心を込めて祈ってみてください。天の、ついてお祈りください。天のお父様、私は罪人です。この私の罪がイエス・キリストを十字架につけて殺しました。そのことを認めます。そして告白します。どうか許してください。イエス様は3日目に復活されました。そのことを信じます。復活されたイエス様、私のところに来てください。私の中に生きておられるイエス様が入ってくださり、私と一緒に生きてください。私の霊をよみがえらせ、聖霊様が私を満たしてください。心から祈ります。イエス・キリストの名によってお祈りします。アメン。天のお父様、今祈られた方にあなたは入り、そして満たし、触れられることありがとうございます。どうぞその方に命の喜びを教え、神が共にいるシャローム、平安と喜びを具体的に表してくださり、神様、エス様を共にいることの祝福を与えていってください。エス様感謝します。エス様何をといたします。アメン。